はい、どうも、シュウティビです。了解です。お願いします。本日はですね、いつも使用させてもらってますシュウティスポーツさん、はい、来ております。ありがとうございます。いつもあります。本日は雨でね、試合が中止になったということで、利用させてもらってるんですけど、はい、まあ、この時期、やっぱり梅雨の時期がだんだん始まってくる。現在5月中旬ぐらい、まあ、6月、7月と、まあ、雨が降ってくるんですけど、毎年なぜか土日に降るよね。なので、この埼玉県狭山市にあります ST ゴルフ&ベースボールさん、こちらもね、利用できますし、だいぶいい練習できるんですよ。すごい広いですし、縦のあれで、ね、できると思うんですよ。ピッチング、バッティング普通にできるので、これはもう有効活用したいなと。見てる方もよかったらね、利用してもらって、雨の日野球できなくて家でゆっくりする、もしくは寝る、もしくはゲームする、出かける、まあ、いろいろありますけども、もし練習したい方はもうこちらに来てもらって練習するのもいいんじゃないでしょうか。お客さん増えてますので、おはよう。というわけで今回ですね、室内ということでできることやりましょうということで、アンテナ片つ、君を片つ、そうですね、前回あのフライオボール出したでしょ、6球ぐらいあるやつ、カラーバリでしょ。そう、あれすごいいい練習だったじゃないですか、うん、片つにも改善にもなるし、トレーニングにもなるし、良かったんですけど、スカートボーイズさんに寄付しました。はい。そしてその後にとある方から、フライオボールあれ絶対やった方がいいんですよっていうアドバイスもらいました、あげた。ちょっとショック受けました。マジか。そしたら家にたまたまあったんですよ、こちら、はい、サンドボール、はいはいはい、本来はバッティングかな、かな、長瀬健康さんの、はい、ボールなんですけど、はい、450g のボールなんですけど、ちょうどこの間450がいいですよって言ってたの、ちょうどあったから、はい、これでキャッチボールして、まあ、これで少し多分肩の調子が良くなる、うん、そしたら軟式 MQ でキャッチボールして、これですね、はい、普段マジであの本当になんか投げるここの瞬間でうってなるんで、リリースの手前でしょ、この肩上げてきたところ、そうだからリリースがちゃんとできてないんですよ、ちゃんと腕が振れてないっていう、そういう状況だったんですけど、もしかしたらこれで改善されるかもしれない。はいはい、片痛に関してね、今まですごいいろんな治療とか野球ゲームを使ってきましたけど、今回は第30段目ぐらい、だいぶ歴史あるんですよ。痛めてが結構長いんで、これをもしかしたら重宝するときが来るかもしれない。まあもちろん本来はバッティングのものじゃないですか。バッティングキャッチボールもあるよと、何でもいいと思うよ。うんうん、1個あれば代用品にもなるし、これもそんな値段しないよ。1000円じゃないかな。500円前後ぐらいかな。はい、片痛で悩んでる方もね、改善法を探してると思うんですけど、もしかしたら治るきっかけになるかもしれないので、動画を見ていってください。それでは、すごっ。めちゃめちゃ重い。そう、このフォームをちゃんと見直して投げれるかなって気はしてる。普段ね、多分痛めてるフォームをしてるんで痛くならないように、例えば自分の中でショートアームをイメージしたりとか、自分でこう見直してこう回さないようにキャッチャーとか野手っぽく投げてみると、それで痛いかどうかなと。まあ、やっぱ一番は M 級でこの全力でこう投げる、このから先が痛いんで、なんでかなっていうのもある。軽く投げるのは投げてるけど、強く投げると痛い、グッってやるとこの押し込みが痛いんで、重いやつで投げとけば緩和されるんじゃないかっていうのが、ちょっと自分の中で期待をしてるところです。取ったな今。はい、いける。すごい軽い、ここ取った。やばいな。投げてて思ったのが、植木いるじゃん、植木。植木もこんな感じだなと思って。植木ショートアーマー。このコースとかにいる植木ね。早い。痛くないですか？全然痛くない。ちょっと。でも肩は痛くないですか？ちょっと痛いよ、でも。やっぱ力入れると。でも、近年で一番腕は触れてる、俺も。
めっちゃいい。アミリプレイな。音何なんだろう。というわけで、はい、やってまいりましたけども、どうですか。結果、痛いことは痛いよ、結果で。結果、痛いのは痛い。マシに思える。軽く投げて痛い。今は軽く投げても大丈夫。6割ぐらい投げたらちょっと痛いかもしれない。そうそうそう、そんな感じ。1割投げたらめっちゃ痛い。自分の中の8割が今まで出してなかったじゃん。自分の中の今までの6割がそもそも出したことなかったレベルなんで、うん、相当早かった。全く感覚違かった。もっといけるなっていうのを自分で思ってたんだけど、やっぱ痛みがあるから根本的なね、痛みのあれにはならない。正直言ったら騙し騙しみたいなイメージに今なっちゃうかもしれないけれども、続けたらなんか良くなる気もするんで。続けたらそれこそ筋肉もつくだろうし、うん、インナーマッスルもついてくるだろうし、胸郭ももちろんつくだろうしっていう点では、どん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 リカバリーというよりかは他でカバーできていくんじゃないかな。僕もすごい投げてて楽だったし、取ってて感覚が全然違う。 こういう感じにくる。そう、悪かった。いやちょっと悪さ、若干なんかこうスライそうスライドした感じはした。本当にありかなと思いました。高、うん、くないし、そう一回やってみるのもありかもしれない。やってみて、まあ、合うか合わないかやっぱあるんで、これを使ってその後キャッチボールしてどうかっていうところ、2つじゃない人でも球速上げたい人でも本当にいいと思う。むしろそっちの人の方がいいんじゃねえと思う。まあそうだね、2つの人、球速上げたい人とか、まあ、筋力つけたい人、最初アップして投げるっていう、すごくいいと思いましたね。ぜひやってみてください。ピッチャーやってる人マジでこれやって、押し込みもねつくだろうし、まあ、変化球ももっと曲がるだろうし、スリーパー投げれますよ。寝てどうすんの。通販さん番組じゃねえ。俺も勝ったじゃねえか。はい、終わり、閉めるよ。はい、というわけで本日は e スポーツさんでこちらのボールでね、投げてみて、キック、アーム、指回転、はい、やってみました。この動画いいなと思ったら、チャンネル登録と、高評価をして、保存でもいいです。拡散してもいいです。ぜひともよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あしゃショウヘイ TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。